マチャレンジ EX33 ですね。対戦カード今週日曜日5月19日開催です。もう26日にはホストカップのブリッジ提供試合も控えてるんで、一緒にマッチメイクをしてて結構難航してて、もうですね、今日木曜日だけど決まってないカードは4試合だよね、はい、全25試合だけど、4試合決まってないカードがあって、今返事待ちのところがあって、そうですね、ちょっと決まってないカードもあってすいません。とりあえず、決まってるカードだけと、あと、決まってないのは調整中ということで発表していきたいと思います。じゃあ、タケルからお願いします。第1試合、ジュニア B クラスレジェンド山下トッキー選手対プロ、え、なんだろう、プロテインって言うんだろうかな、プロテイン、プロテインなのかな、テインなのかな、まあいいや、それねプロテインと渡辺いつき選手。第2試合、レイドバック伊藤アレン選手対チーム TMT 小川ライト選手。第3試合、ゲットオーバー金子ゆいく選手対吹雪ジム佐藤亜希選手。第4試合、吹雪ジム藤田翔輝選手対 K&F 養老宮島マレシ選手。第5試合、ゲットオーバー金子ゆえる選手対チーム TMT 又吉晴人選手。第6試合、ゲットオーバー川村ライト選手対吹雪ジム藤田湊選手。第7試合、志村道場早川美香子選手対秀ジム野中愛羅選手。この試合エキシビジョンになります。第8試合、レイドバック酒井大志選手対ゲットオーバー長谷川雄生選手。第9試合、ゲットオーバー浅野優月選手対チーム TMT 本間晴人選手。第10試合、R 道場松下瑠衣選手対プロテイン渡辺優雅選手。第11試合、レジェンド赤坂時人選手対ヒデジム野中力人選手。第12試合、ゲットオーバー長谷川修斗選手対ヒデジム日野原晴美選手。第13試合、新見龍我選手対、今相手の方は調整中なので調整中です。はい、はいはい、これは前半ですね。今これ調整中カードが1試合、新見龍我選手の相手がいないということですね。はい、これはどうかな。今回あれね、ホストカップ女子、初代女子スーパーライト級チャンピオンの、おなじみの溝口貴子選手ですね、元渡辺ジムですね。養老、岐阜県の養老町っていうかのところに、ジム出して、で、今回初参戦ですね。はい、で、ホースカップも出る、後で紹介するけど、そんなカードもあるんだよね。あれ、そうですね、あれね、うん、はい、あと後半だよね。今回2人だっけ、ホースカップですか。うん、じゃあホースカップじゃない、これこっちは2人だっけ、3人かな、2人かな、2人ですよ。うん、だよね。出してくれてます。はい、ちょっと楽しみですね。まあ、逆に選手よりも、溝口さんの方が必死なんじゃないかな。自分の試合より必死になってんじゃないかなと。初めてのセコンドは。初めてではないけど、ブリッジだからね。
で、あと。ミートボックスは2回ですか？ああ、そうだね。近藤会長ね。元早川ジムのプロ選手です。はい。で、ヒデジムの野中愛羅選手と早川美香子選手は、勝敗なしのエキシビジョンマッチ。ね、多分実力的にはちょっと差があるような気がするんだけど、体重がね、美香子選手の方が、軽いんで、まあ、今回エキシビジョンということで了解してもらいました。それから、これ大丈夫なこれ。酒井、11歳と8歳。大丈夫です。本人がやる。あ、本当。酒井大志選手対長谷川雄生選手ですね。雄生選手はもう8歳で体重が50キロぐらいあるんだよね。はい。まあ、レッドバックの酒井大志選手も年上だけど、まあ、同じような感じらしいので、大丈夫かなって。本人がやるって言ったんで、ね、雄生。そうですね。あとはどうかな、クラスも面白かったですね、全体的に。そうだね、はい。松下瑠唯選手久しぶりの参戦。なんだっけな。あ、ここはあれか、ゆずき選手、うちのゆずき、A クラスでやるんだ。そうですね、A クラス、相手が、うん、それぐらいだったんで。大丈夫なの？大丈夫です。ほんと、はい。ゆずきも、まあ、ゲットオーバージュニアの新鋭だね。今回出るゆずき、ゆいく、それからゆえるもそうだし、まあ、全員だね。うん、で、ライトだね、ライト。ライトもやる気あるからね。初です。うん。まあ、ゲットオーバーとしては、ちょっと、あれだね、新鋭が勢ぞろいだね。まあ、今回、まあ、グローブマッチの優勝っていうのがあったけど、ちょっと、まあ、今回それを、まあ、無視しての、今回参戦させなきゃ、組めないかったね。まあでもこういうチャンスがね、いきなり選手のレベルをガンと上げるってもあるから、はい。あとね、イーミリューガ選手見たいね。今探し中です。相手がいれば今回参戦です。はい、そんな感じですね。はい、じゃあ後半お願いします。第14試合、ジュニア A クラス、レジェンド、久世原大河選手対キック塾、坂木原常善選手。第15試合、女子クラス、ゲットオーバー、陣野舞選手対 K&F 養老、安藤コカー選手。第16試合、一般 B クラス、吹雪ジム、岡本翔吾選手対ヒデジム、小畑勘三郎選手。第17試合、レイドバック、竹澤和弘選手対 BFA シード、岡田和馬選手。第18試合、チーム TMT、本間健太郎選手、相手調整中です。第19試合、一般 A クラス、レジェンド、山下夢人選手、今相手調整中です。第20試合、チーム TMT、小川海人選手、この試合も相手調整中です。第21試合、ブリッジアンダー25キロ級王者決定戦、志村道場、渡辺リフ選手対フリーダムオーズ、佐島幸太選手。第22試合、ブリッジアンダー30キロ級王者決定戦、元ブリッジアンダー25キロ級王者、新見道場、新見理子選手対ゼロワンジム、杉沢桜花選手。第23試合、
ブリッジアンダー35キロ級タイトルマッチ。現ブリッジアンダー35キロ級王者、レジェンド浜田雷賀選手対、元ブリッジアンダー30キロ級王者、R 道場松下龍斗選手。第24試合、ブリッジアンダー55キロ級王者決定戦。チーム神風、小橋武千代選手対、BFA シード、佐々木康生選手。第25試合、ブリッジライト級王者決定戦。元ブリッジアンダー55キロ級王者、フォレストプラス、根木哲也選手対、チーム TMT、水谷光大選手。以上です。これ、どれだね。何て言うの？あ、トイレ。はい。まず、関田女子の対決ですね。神野舞選手対安藤コパ選手。溝口チャンピオンの、マナイシですね。このカードがそのまま1週間後の放送カップでもやります。はい。で、元45キロ級チャンピオンの阿部ジムの岡本翔吾、はい、翔吾選手、今回久しぶりの参戦ですね。で、その一般でですね。あ、そうかそうか、そういうことだね、はい、高校生だったね。で、岡田和真選手、第17試合、スーパーメジャー級レイドバックの竹澤和弘選手である岡田和真選手は、前回、タイトルマッチをやる水谷光大選手、あれ、あ、水谷光大選手出ないんだ、やってますよ、出るよね、うん、あ、そうだよね、そういうことそう、水谷光大選手と、挑戦者決定戦やって、まあ、挑戦者決定戦という名前じゃなかったけど、そういう形になって、負けて今回、水谷光大選手が、ライト級タイトルマッチをやるんだけど、その時、前回やった相手が岡田和真選手ですね。その岡田和真選手も今回参戦ということです。それから、渡辺リブ選手は、前回、岡田遼河選手と戦って、岡田遼河選手、現王者の岡田遼河選手に勝って、ベルトに挑戦させろということで、岡田遼河選手とのタイトルマッチを希望してたんですが、岡田遼河選手が体重がもうきついということで、今回、返上で、で、そこで出てきたのが、このフリーダムオーズですよ。お兄ちゃん、サシマなんだっけ？と、いや、この子は多分、一人の子で、もう一人兄弟がいるですね。あ、違うのか。はい。あ、ジムは一緒ですよ。あ、そっかそっかそっか。うん。あ、そっかそっかそっか。宮城兄弟。うん、宮、あ、そっかそっかそっか。そうだ、宮城兄弟で、そうだ、あ、この子は。紹介みたいな。あ、そっか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 。あ、なんかごっちゃになってた。あ、そうなんだ。そうだよね。名字サシマじゃないもんね。宮城くんだもんね。宮城くんは兄弟でいて、今回は佐島くんは兄弟ではないのさ。佐島くんだ。そうが、3月、2月、3月から、これだけベルト取ったから、ブリッジのベルトだけまだ取ってないということで、待って待って、で、待ってもらって、今回、リフくんとの、タイトルマッチ、王座決定戦ですね。はい、はい、で、水沢、その次の試合、新見理子選手とやる水沢桜花選手、これもね、30キロの現チャンピオンも今、前チャンピオンになるんですが、返上しましたが、まあ、GSB 多治見の松井大和選手に、イシャンド TK を勝利して、圧倒的強さを見せたんだよね。で、ベルト挑戦させてくれってことで、でこれも松山選手ももう体重がきつくて、で31とかで戦ってたから、まあ、返上しますということで、ここでまあ桃下し新見理子選手ですね、はい、との王座決定戦となりました。はい。で
それから、タイトルマッチ。天田ライガー選手ね、あの初防衛戦。松下リーコ選手が、やらせろと。ヒートの控え室で言ってきました。はい、で松下リーコ選手は、ヒートの、あれですね、あの、ナマズでやったんだよね。あ、そうか。で、勝ったんです。誰でやったんだっけ、美香子さん。ああ、そう、美香子さん。そうだ。この美香子選手やったんだ。今回。そう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 。今回、ね、エキシビションマッチは美香子選手やったんだ。そう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 。で、勝ったんだよね。でも、ブリッジのベルト。挑戦させると、まあ、2階級制覇を狙って、浜田ライガー選手と対戦か。ですね。で、24試合。佐々木晃生選手は、前回、そう、梶田幸四郎選手に、判定で勝利して、で、そう、で、ベルト挑戦させてほしいということで、で、55キロですね。で、あ、違うわ。違う。竹千代選手が言っていたんだ。ベルト、55キロのベルト。はい、うん、そう、竹千代選手が言っていたんだ。竹千代選手はもうブリッジ、子供の頃から出てて、まあちょっと出なかったり出たりっていうのはあるんだけど、竹千代選手、今回、ベルトを挑戦させてくれってことで、で、そうそう。で、今回、梶田幸四郎選手に勝った佐々木晃生選手を挑戦者ということで、王座決定戦ですね。はい。うん、楽しみだね。で、竹千代選手はそのままホースバックにも出るからね。来週決まってます。そして、メインですよ。メイン。新井哲也選手と水谷幸大選手。水谷幸大選手が、あ、もうなんか、どうだっけ。が、前回、岡田和馬選手に勝って、で、ベルトやらせてくれということで、今回、ライト級、タイガーが炎上したベルトですね、に、を、ネギ哲也選手と、ネギ哲也選手は元55キロのチャンピオンで、で、今回、一般でベルトを狙うということです。はい。ちょっと、ややこしいけど、そんな感じです。はい。どうでしょうか。一般に変わる子が、うん、今回初一般出る子がいるんで、うん、どれぐらい変わってるのかとか。そうだね。今回だ、タイトルマッチ1,2,3,4,5試合だよね。そうですね、うん、ちょっといろいろ難航して、カードも難航してますが、試合としてはなかなか面白いんだよね。来週の放送カップもあるけど、連続開催みたいなもんなんで、楽しみだよね。来週は8試合じゃん。来週は8試合、そう。リフ選手と、佐島くんって出たことあるんじゃないかな、ビッグ。出てるね、出てるよね、うん。今回ね、わざわざ名古屋まで来てくれるけど。で、杉澤桜花くんが楽しみだね、これ。リコと、リコちゃんとどれだけ。圧勝だったからね、強いよね、すごい。早かったです。ただ、ジュニアは今、いろんな大会があるから、なんか、見たことあるっていうかもしれないよね。どうなんだろう。対戦したことある、うん、対戦した、そうそうそう、どっかの大会で。うん、あと、ライガー選手と松下リート選手。ライガー選手ね、絶対負けれない。多分相当気合い入れてくるだろうね。リュウト選手、体重35ぐらい、あれなんだ、35ぐらいなのかな。今でも3からあれじゃないですか、3から5ぐらいのあれ。で、竹城選手はちょっと楽しみだなと。っていう感じ。あと、そうね、ネギくん。
で行くんだよ。久々。一般でどこまでやるかだよね。うん。そうそう。カイピョンと、カイピョンがクローズアップされすぎだけど、本当はネギ君がね、ネギ君ももうちょっと、ね、あのね、カイピョンに負けないぐらい目立ってもいいと思うんだけどね、うん、ちょっと影に隠れてるね。今回、バーンと、強さを見せてほしいところですが、水谷幸大選手はそうさせないかなと。楽しみです。はい。そんな感じです。なんで、とりあえず、決まってないカードに関しては、なんとかギリギリまで、今、返事待ちのところもいっぱいあるんで、決めれるだけ決めていきたいと思います。まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、もし、決まらなかったらすいません。なんとかギリギリまで。はい。タイはね、タイだったら、当日相手変更とかすごいあるから、なくなっちゃったりとかね。本当ギリギリまでね、相手探して、こう、毎月開催やってるとなかなか、ちょっと決まらないカードも出てくるんですが、そういう場合は、また来月で回したりとかしますので、はい。もちろん申し訳ないですが、少しお待ちくださいということです。まあこれ動画配信にする頃には、どうなってるのかな。こんなこと言ってるけど。はい、で、MVP、それからベストテクニック賞。もちろん決めます。はい。今回は一人ずつ。そうだね。うん。はい。ということで、はい。いろいろ難航しておりますが、なぜ毎月開催しているブリッジなんで、はい。もうとにかく前向きに前向きに、決まらなかったらまた次へっていう形で、どんどん開催していきますので、まあ、マッチメイクは、急遽変更あったり急遽決まったりなんてこともありますが、その辺はご了承ください。はい。ということで、ブリッジワンマッチチャレンジ TX33 の、対戦カード発表と、見どころの発表でした。ご視聴ありがとうございました。今日の自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。